巻バサ刺ガメは、カメムシ目、トコジラミシタ目、トコジラミ上マ巻バサ刺ガメカに分類される昆虫の総称。世界中に分布しており、他の昆虫などを襲う捕食性のカメムシである。名称や姿が一見似たものに刺しメカがあるが、これは、両者の間で、形態的修練が進んだ結果に過ぎず、別の上下に分類される。かの学名のナビダイはタイプ属のナビから、 この俗名は古代ギリシアのポリス、スパルタの終末期の国政改革を行い、暗殺によって非合の死を遂げた王族出身の選手、ナビスに由来するとされている。英名、ダムゼルバグは乙女虫ムシの胃。体型は多少なりとも細長く、体長は6から13ミリメートル。一見弱々しい姿のものも多い。体色は茶系統の地味な色彩のものが多いが、 少数ながらカラフルなものも知られる。一見似ている刺し亀かと違って、頭部を全用と紅葉とに区分する横溝はない。通常よく発達した複眼と二個の単眼を持つ。触覚は糸状で、地上生種では体長の半分より短い場合があり、植物上に生活するものでは体長の半分よりもずっと長いことが多い。興奮は覆面に収められている時でも、 中間部分は体に密着しないため側面から見ると、円弧状に湾曲しており、この点は、一見、刺し亀科に似る。しかし刺し亀科の興奮は3節であるのに対し、牧場刺し亀科では明瞭な4節からなっている。前足を捕食用に使い、これをカマキリの鎌のように使って、獲物を捕獲して吸収する。このため前足が、他の足に比べ発達している傾向がある。 羽根は原則として4枚あるが、直締めの一部等と同様、同種内の個体で羽根型の分化が見られ、飛翔可能で羽根が腹部全体を覆う長羽根型から飛翔できない単羽根型まで複数の羽根型が出現する。さらに単羽根型の中にも複数のタイプが認められ、締脈が完全に消失し痕跡的な羽根しか持たないものや、 サイズが長羽型の半分強ほどに短縮はしているものの、死脈のある羽を持つものが存在し、同一種内でいろいろな型が出現することも多い。羽の発達したものには頻繁に飛翔するものもある。幼虫、成虫ともに捕食性で、自分より小さい昆虫などを捕食する。 平地から山地までいろいろな環境に生息するが、主に草地や竹の低い植物群落の草本上でよく見られ、樹上に住むものは少ない。また、その名が示すように人手の入った環境にもしばしば見られるほか、湿地や河原などの環境に特異的に見られる種もある。足太巻きばさしがめ赤など地上性の種もあるが、多くの種が植物体上で生活し、 そこにいる自分より小型の昆虫類を捕食する。卵は、ナスの実を逆さにしたような形、もしくはバナナ型で、ナイフ状の産卵管で植物の表面を切り裂いて、植物組織内に産卵するのが普通である。この点でも、器物の表面に卵塊を産みつけるサシしメかと異なっている。アブラムシやカスミカメムシ類、メーガの幼虫といった害虫をも捕食するため、人間からは、 液中とみなされることがある。しかし原則的には、捕食対象の広いジェネラリストであり、特に、外中のみを捕食するというわけではなく、他に、餌がない場合は共食いをすることもある。ただし、特定の外中が大量発生していない段階で、外中の個体群規模を一定レベルに抑制する上で、ジェネラリストの捕食者の果たす役割も重視されている。また直接的な関係として、 他のカメムシ類にもしばしばあるように偶発的に人間を興奮で刺す例も知られている。ナビル・ウゴシス、ドイツ・プロステマ・ CAF ーー、ガチュラ・スペイン・ガリシア州一般には、キバサシガメ赤と足マキバサシガメ赤の2赤に分けられているが、それより、貝の属や種、亜種のレベルでは分類がやや難しいため、その扱いが研究者によって異なることがあり、世界中に、 約21族500種が算するとも、約31族380種が算するとも言われる。一見、サシし亀上下のサシし亀下の昆虫に名前も姿も似ており、古くは同じサシし亀下に置かれたこともある。しかし外見上の類似は、修練によるもので、両者には、姉妹軍のような直接の関係はないとみなされて、別の上下に分類されるようになった。 メスに発達した産卵管が見られること等により、花ムシか、メムシかに近縁と考えられている。日本にはおよそ8族27種ほどが知られ、その概要を以下に示す。ここで除くなどの扱いは原則として、日本産昆虫目録データベースに従ったが、各亜族を族として扱う立場などもある。各種には分布の概要を略号で示した、北イコール北海道。 本イコール本州、四イコール四国、九イコール九州、四里イコール奄美群島、沖イコール沖縄諸島、西イコール西表島、段イコール台湾である。ありがとうございます。